こんばんは。ですね。まあ、今日話す内容はね、特にないってことでいろいろ話したいなと思ってます。まず1点目は、あれですかね。前回言ってた千葉県知事の選挙がもう当、まあ、選挙行ったんですけど、当選、誰だっけ、熊谷さんに当選したってことで、自民党推しの人もね、30万票ぐらいで、確か熊谷さんが140万票ぐらいだったのかなんか結構な差をつけて、無所属ながら、当選したということでね。まあ、良かったんじゃないですかね。まともな人で。前になんか千葉県の市長やってたみたいで、まあ結構実績もありつつみたいな感じなんでね。なんかまあ、いいんじゃないですかね。なんか、噂によると、なんか無所属でになった知事みたいな感じなんで、なんか大阪府知事みたいな感じになるんじゃないかみたいな期待もされてて、まあまあまあ期待感を持ちつつ、なんかこれからの変化をね、期待しましょうって感じですね。で、まあそれが1点目ですね、今日のテーマで。2点目が、まああと洋服が欲しいですかね、最近は。なんか最近徐々に暖かくなってきて、まあ前ちょっとさ前3日前ぐらいは大嵐だったんですけど、まあ服が欲しいってことで、まあそんな高い服は欲しくないんで、なんかユニクロとかでね、最近ちょっと、まあ暇つぶしというか、ちょっと息抜きがてら、まあ歩いて10分のところにあるんで、まあちょっと行き詰まった時にユニクロを見て、なんか洋服見て、あ、これちょっといいなと思ったら買ってる感じですかね。まあなんかね、そんな、なんか高い服は最近は買えてないですね。買いたいなと思うんですけど、まあ、まず高いっていうのが一個理由になって、あとは、本当に欲しいのかっていう、なんか自分を追求しちゃうっていう癖があるんでね。まあいい癖なのかもしれないんですけど、まあそういうのがあって書いてないですね。まあまあまあ、なんかいろいろ、最近また、あれですかね、季節の変わり目だから服が欲しくなるようなシーズンになってきたんですかね。で、まあ3点目はね、そろそろなんかいろいろ面接が始まるみたいで、なんか書類選考、なんか最近結構通ってきて、で、面接になりますみたいな通知が来るんですけど、まあ面接の方が緊張しますよね、普通に。なんですかね、ES はまあ別にいいこと書こうと思えば全然書けるんですけどね。やっぱ、面接になってくると、自分の気持ちとかね、どうやって、どんな、なんで会社入りたいのかっていうのを、やっぱ自分で言語化して話さなくちゃいけないっていうことだったり、あと面接官のに言われたことに対して適切に答えられるのかみたいなことでちょっと不安があったりするんですけど、まあ、なんですかね、まあそういうところもなんか見られてるっていうことも考えてしっかりやっていこうかなって思ってます。っていうのが3点目です。まあそんな感じで僕の今日はテーマはいろいろです。で、まずはあれですかね、時男からは自転車の話ですかね。またなんか今度神保町行ったとか結構な距離走ってるらしくて、なんかクルージング系って言ってたんだけど、なんか俺あんまクルージング系がイメージできなくてどんなのかなと思ったんですけど、まあ、今度なんか機会があればちょっと写真も撮って送っててほしいですね。まあ、だけどやっぱチャリンコっていいっすよね。やっぱ特にこの時期になると、まあ暑くもなく寒くもなく、ちょうど自転車日和っていう感じの気候が続いてくるので、やっぱこういう時期に自転車に乗るっていうのが一番いいのかなと思いますね。まあここから梅雨前までがやっぱベストシーズンなんじゃないですか、サイクリングの。まあ、夏になるとまた暑くなってね。まあなんか、夏でも風を切るって感じで考えればまあいいのかもしれないですけどね。で、カワハギが、あれですかね、まず花束みたいな声をしたっけ？その映画。俺ね、見たいんですよね、それ。結構見てる人も多いし、まあただ映画館になかなか行けないっていうのが続いててね、あるんですけど、まあ、映画館で見たいんですよね。しかもなんかちょうど今の時期のなんか俺らの世代のことを書いてあるって聞いてたんで、
なんかそういうこういう時期にやっぱ見て、なんか自分と照らし合わせたいなっていうのもあるんですけど、まあ、なかなか、まあ、まだ見に行く機会がないので、まあ、もうちょっと長い間続けてくれることを願うばかりです。で、あとは NBA のゲームを最近やってるっていうことでね、僕もそのやってるんですけど、まあ、そのまず操作方法にまだ全然慣れてないんですよ。で、まあ、対戦も早くしたいんですけど、まだ対戦、まあね、まあそうですね、あれだよね、その、まあ、まず僕は早く慣れます。はい。ゲームに。まずそもそもその基本的なゲームの操作方法もまだ慣れてないんで、そっから始めてみんなに早く追いつけるように頑張っていきたいかなと思っております。では、今日はこのところで以上です。おやすみなさい。